1519年のテスコココイタイトラコパンは、さきコロンブス期のテスコココ西岸にあったテパネカの都市国家。テノチティトラン、テスココと共に、アステカの三国同盟を構成したが、他の二都市に比べると規模が小さく、独立性は低かった。スペイン植民地時代以降はスペイン語化して、タクバと呼ばれ、現在はメキシコシティ北西部のミゲルイダルゴの一部をなす。左からテスココ。 テノチティトラン、トラコパンを表すアステカ文字。悲しき夜の木トラコパンは、テスコココの西岸、テッパネカの首都であるアスカポツァルコの南に位置する小さな村だった。1428年にテスココとはショチ鎮ゴが同盟して湖を渡り、それと同時にテノチティトランとトラコパンも同盟してアスカポツァルコを攻撃した。戦勝の後、 ウェショツイン号を除くテノチティトラン、テスココ、トラコパンは、アステカ三国同盟を構成した。共同遠征により得られた土地は、テノチティトランとテスココがそれぞれ4割を、トラコパンが、残りの2割を取るのが原則だった。トラコパンのトラトワニであると時はストリは、メキシコ盆地西部にある旧テッパネカの土地を支配し、テッパネカの主を名乗った。しかしながら、 トラコパンは同盟の他の二つの都市に比べて規模が小さく重要性は低かった。テノチティトランの島から湖を越える四つの包み道があり、その一つがトラコパンにつながっていた。現在のメヒコタクバ道路は当時の包み道とほぼ同じ場所を通っている。1520年6月30日、エルナンコルテスの率いるスペイン人とトラスカラ人の一行は、 暴動の起きたてのチティトランから夜に紛れて密かに脱出し、テスコココを横切って、トラコパンへ出る包み道を逃げようとしたが、露見して襲われ、大きな被害を出した。現在のポポトラ地区にはこの時に、コルテスが泣いたという言い伝えのあるメキシコラ空将の大木がある。しかしながら、コルテスもベルナルディアスデル・カスティリオもコルテスが昨日、根本で泣いたとは伝えておらず、 このことを実証する資料は存在しない。スペイン人による征服の後、トラコパンはタクバと呼ばれ、フランシスコ会によってサンガブリエル教会が建てられた。1824年に連邦区が成立するとタクバはその一部になった。タクバは1903年以降メキシコシティを構成する13の町の一つだったが、1928年以降は自治体ではなくなった。 タクバには、メキシコシティ地下鉄の2号線と7号線の駅がある。ありがとうございます。